どうもロッチン TV です。本日はですね、ドラゴンクエストウォーク、こちらのゲームでロトの剣を実際に使用してみての感想、あとはメタスラの剣とかメタスラの槍が使えるシーンというのを、まあ、対比する形で述べていきたいと思います。まずはね、今登場しているメガモンスタードラゴン、こちらの方の戦闘を見てください。で、今回、まあ、この動画ではパイシオンを入れてるんで、まあ、ちょっとゴシックパラソルとかとの火力の比較ちょっとできてなくて、まあ、ゴシックパラソルとかの火力をパイシオン割で言うんだったら、まあ、魔力覚醒を実装されてから比較しろみたいな感じになると思うんですけども、ちょっとご覧ください。で、一応サイトンという戦士はメタスラの剣を装備しています。で、メタスラの剣がまあメタルハヤブサ斬りというもので 300% ダメージ出せるものがだいたい400ダメージを出してますね。で、これは前回の動画でも述べたんですけども、弱点にもよるんですけども、単体火力としてはメタルハヤブサ斬りという 300% 出せる技があるんで、まあ、そこら辺も強いかなというところです。で、ただこのドラゴンが、まあ、ギガスラッシュかなり弱点をつけるので、まあ、このようにですね、まあ、900近いダメージを出すことができます。これもバイションがあるんですけどね。で、対して魔法使いマヒャドを打つんですけど、まあ、マヒャドはちょっと耐性があって、まあ、200ぐらいしかダメージが出ません。まあ、ステータスとかちょっと後で見せるんですけど、このメガモンスターのドラゴンを狩るにおいてはロトの剣非常に強力なものとなってます。まあ、メタスラの剣でもね、メタルハヤブサ斬りにパイシオンかければ結構火力出ると思うんで、そこは火力を出していけるところだと思います。まあ、逆にね、ゴシックパラソルがちょっと、まあ、マヒャドで耐性つけられてるんで、そこは火力が出ないというところですね。まあ、そんな感じでドラゴン討伐戦はダメージ1を出すことができました。まあ、メガモンスター狩るにおいてこのランキング報酬、まあ、今ですね、イベントでラダドームのメダルを集めるイベントもやってまして、まあ、そのメダル100枚とかももらえるんで、まあ、ダメージを出して1位を取っていくのもメダル集めに役立つと思います。ちなみにステータスはこのようになっています。戦士の攻撃力が378ぐらいで、まあ、心とかによって変わると思うんで、まあ、400ぐらいはいけるのかなというところがあります。まあ、装備はロトシリーズで、一応そのデイン属性特技ダメージが乗るようになってます。メタスラの剣の方の戦士は少し攻撃力が低くなってます。で、魔法使いももうちょっと攻撃魔力漏れるかなってところなんですけど、今のところは攻撃魔力が401ですね。まだまだ上げられるところだと思うんですけども、まあ、一応今のところの自分の進行度ではこのようになっています。で、対して雑魚戦なんですけども、まあ、雑魚戦で比べるべきはこのゴシックパラソルのマヒャドだったり、で、メタスラの剣の場合が分回しになってしまうんで、まあ、そこら辺の全体攻撃と比べることになると思います。まあ、まずはマヒャドなんですけども、マヒャドは本当に強くて、ゴシックパラソルにヒャド属性呪文ダメージプラス 10% とかついていたり、まあ、あとは呪文ダメージプラス 5% とかついてる心をつけたりして、火力を上げることができて、非常に優秀な全体攻撃となっています。で、このゴシックパラソルのマヒャドと、ロトの剣のギガスラッシュ、これを比べると、今の強化段階だとギガスラッシュの方がダメージが出たりもします。まあ、弱点属性とかあと耐性とかによっても変わってくるんで、まあ、これも一長一短なんですけども、とりあえずね、分回しよりギガスラッシュの方が圧倒的強いっていうところが見て取れたと思います。で、マヒャドとギガスラッシュだとまあ一長一短あって、耐性によっても変わる、心によってもまあ変わります。で、あとは敵の使う状態以上にもよっても変わると思っていて、まあ、敵がマヌーサを使ってくるんであれば斬撃攻撃であるギガスラッシュの方が少し封じられるところではありますし、あとは敵が魔法トーンを使ってくるんであればマヒャドが封じられるっていうこともあるんで、まあ、両方入れていくのがパーティーとしてはバランスがいいと思います。
まあ、あとは普通にギガスラッシュの火力はこのくらい素晴らしいっていうことを見て取れたと思います。ちょっとメタスラ武器の優位性があんまりないんじゃないかなみたいになるんで、メタスラ武器が使えるシチュエーションをここで紹介していきたいと思います。で、メタスラ武器が使えるシチュエーションとしてはメタルダンジョン、週末限定のメタルダンジョンですね。そこと、まあ、あとは普通の雑魚戦闘とかでハグレメタルとかメタル系のモンスターが野良で現れた時に使えるということになります。ということで、メタスラ武器が使えるシチュエーションをここから見ていきましょう。一応武器がメタスラ剣を戦士2人が装備していて、メタスラの槍を魔法使いとソウルが装備しています。調査乱れ好きが、まあ、対象ランダムで取るんで1体には集中させれないんですが、まあ、このダンジョンだったらどこに当たってもメタル系なので、メタスラの槍の強さを十分に発揮することができます。で、メタスラ武器の効果でメタル系のダメージがプラス1されてるんで、1回当たると2で、それが4回なんで、まあ、最大で8ダメージを当てることができます。で、メタルハヤブサ斬りは最大3ダメージを出すことができて2回攻撃なんで、まあ、5ダメージとかはね、普通に出していくことができます。なんで、このメタルダンジョンでメタル武器を使うっていうのが、メタスラ装備の使えるところなんですけど、まあ一応ね、まあ、会心の攻撃で倒すっていうのがあって、まあ一閃突きとか、魔人斬りとか、まあ斧の魔人斬り、槍の一閃突きとか、会心攻撃で倒せばいいじゃんっていうこともあるんで、まあそこについてはね、メタル武器なくても会心の武器でもいいかなっていうところあるんですけども、今のところメタルスライムとメタルブラザーズが出るっていうところでは、まあ、そんなに HP が多くないので、超サミダレ好きとかメタルハヤブサ斬りとかで、一ターンでメタル系を狩ることができるんで、まあ、そこがアドバンテージとなると思います。で、あとはメタル、で、あとはメタスラの剣については、メタルハヤブサ斬りがまあ 300% メタル系以外でも 150%×2 の 300% の火力出せるんで、単体火力としては、まあまあ強いところがあるんで、まあ、そこはですね、使い分けだとは思います。で、まとめると剣ではやっぱりロトの剣が強いです。メタスラの剣は分回しがちょっと威力が 120% まで落ちてしまうんで、そこが弱いところ。単体火力が出るっていうところで、ボスにはメタスラの剣もまだまだいけると思うんですけど、まあ、雑魚狩りにおいてはね、ロトの剣が剣では強くなります。で、あとはやっぱりね、ゴシックパラソルが強いです。マヒャドを打てて MP も回復するっていう、燃費も良くて全体攻撃が強いっていう感じなんで、まあ、そこはですね、ゴシックパラソルが強いということになります。はい。で、あとはメタスラが野良で出た時の話なんですけども、これちょっと途中からの録画で、はぐれメタルにメタルハヤブサ斬り1回当てた後なんですけども、まあこういう風にね、わ、いきなりメタル、はぐれメタルが出たみたいになった時に、やっぱり火力が出るのがメタスラの剣なので、私はですね、実際このパーティーの中にはメタスラの剣持ちの選手を入れています。まあ、ハグメタの心とかも落ちる可能性がありますし、あとは経験値としてもまあ稼げるので、メタスラの剣通常の狩りでは一枠入れてもいいのかなというところです。なんでね、以前の動画でもお知らせしましたが、メタスラの剣とロトの剣ではロトの剣の方が強いと思います。で、あとはまあロト装備ガチャからもゴシックパラソルとか出たりするんで、やっぱりゴシックパラソルも持っておきたいというところではあります。ということでね、まあ、剣ではやっぱりロトの剣がぶっ壊れ性能というか、今のところ強い武器となっていると思います。で、結構ね、武器の追加のペースが早い、ガチャの追加が早い、もうロトのシリーズが出て、まあ、その前はメタスラ装備ガチャ、まだ期間開催中にもかかわらず出てるんで、まあ、そこですね、次がまた強い武器が来るんじゃないかみたいなところがあるんで、またね、新しい武器が追加されたりしたら比較検討して動画をアップしていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったら、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、のっちん TV でした。またな。バイバイ。